皆さんこんにちは。私大黒と申します。農学生命科学研究科に所属しております。本日は緑が織りなす生態系ネットワークというタイトルでお話をさせていただきます。私が所属いたします緑地創生学研究室というのは、いわば造園学に関する講座としてスタートした研究室であります。ただ現在はですね、非常に幅広い緑、いろいろですね、都市における緑から農村における緑、さらには海外の緑まで、あらゆる私たちが取り巻く緑の空間を扱っております。で、私自身はですね、ここに真ん中にあります日本のいわゆる典型的な農村風景、里山のですね、生物多様性の問題、あともう一つですね、中国あるいはモンゴルといった北東アジアにおける砂漠化、土地荒廃の問題、そういったことをですね、研究してまいりました。本日はネットワークという切り口から、この人と緑がどのように関わりを持ってきたのか、そしてこれからどういう関わっていったらいいのかということについてお話をさせていただきたいと思います。本日の話の流れですけど、このようになっておりまして、まず生態系ネットワークを再生するということの考え方についてですね、いくつか基本的な概念であったり専門用語が入ってきますので、それについて整理しながらそれぞれの特徴について説明したいと思います。続きまして、大きく今日のテーマは2つありまして、1つは生き物にとっての緑のネットワークとはどういうものかということ、それからですね、もう一つ、私たちの人の暮らしにとってのネットワークというものをですね、町の緑と、都市における緑を例に考えていきたいと思います。まずいきなりですね、こういったランドスケープという言葉が出てきましたけども、私の専門分野、景観生態学という分野がありまして、英語を言うとランドスケープエコロジーっていうんですけども、景観とかランドスケープと言いますと、皆さん風景とか景色とか見た目の美しさとかですね、そういう視覚的な側面をこう思い浮かべるかと思われますけども、そもそもこの景観とかランドスケープという言葉にはですね、その風景を成り立たせている人や自然の営みといったものが意味が含まれているわけですね。人が関わってこの形成された地域的な広がりというものをですね、ランドスケープというふうに私たちは捉えておりまして、いわば鳥の目になってこの生態系のですね、構造であったり機能というものを調べていこうと、そういった分野です。それで私たちはですね、この空間を見る場合にこの3つの要素に分けて見ることにしております。一つはパッチというものですね、この天井あるいは反天井の空間、それから線状帯状の形態を持つ空間としてコリドーと、これを呼んでおります。で、それ以外をマトリックスといって、それパッチやコリドーを取り巻く空間をマトリックスと呼んでおります。こちらの農村景観ですけども、そういった点視点で見ると、こういった農村景観がですね、いろんな要素に分けて見ることができるわけです。まずですね、最初にこの写真をご覧ください。これは西アフリカ、ブルキナファソというところです。サハラ砂漠の南側に位置する雨季と乾季があるサバンナの気候帯で、こういったややまばらなですね、寒性の森林がこう成立しているところですけども、ここはセスナで飛んでいきますとですね、この辺はまだ鬱蒼とした森林なんですけども、だんだん人がですね入って、これは畑を開墾してるんですね。それがこうだんだんこう畑がですね、広がって人がどんどん入ってくると、こんな感じになって、いつの間にかですね、鬱蒼とした森林と畑の割合がこう逆転していきます。で、そうするとですね、いろんなこう形が見えてくるかと思います。残された林の様子がこういうふうに映されていますけども、最終的にはですね、こういって今までですね、一面覆っていた森林がですね、逆に農地に取り囲まれてしまうというふうになって、こんな感じになってしまう、点々とした孤立した島のような状態になってしまうと、こういったことがですね、20世紀後半世界各地、先進国途上国問わずですね、起きておりまして、こういった緑のですね、孤立化あるいは分断化といった問題が多くの野生生物の生存を脅かしているという問題が起きまして、
そうした問題に対してこの残された緑をですねどうやって守ってどうやって再生していくのかということをですね問題に対する解決策を検討する中で生まれてきたのがいわゆるこのエコロジカルネットワークの再生という考え方あるいはアプローチになります。でエコロジカルネットワークというものを考える上で私はこの2つのこのネットワークの側面があるというふうに考えております。で1つはですねこうやって孤立化した2つのですねこういったパッチをですねつないでいくといういわゆるこのつなげるというものがネットワークの一つですけどもこの生態系を考える場合はこれだけではなくてですねいろいろ違った構成要素がですね混じり合う私たちこれをモザイクとか空間的な異質性というふうに表現しておりますけどもこうやって混じり合った状態で維持するこれもネットワークの一つの側面であるというふうに考えておりまして今日はですねこの2つをですねこちらをつながりという言葉を使ってこちらをですね連なりという言葉でちょっと紛らわしくて申し訳ないんですけどもこれもっと適切な言葉があるかもしれないんですけども、今日はですね、便宜的にこの2つの言葉を使って、異なるネットワークのこう側面をですね、見ていきたいというふうに思います。でこういった残された孤立した生息地をどういうふうに残していくのがですね、望ましいのか、どういうふうにどれくらい その大きさがいいのかどういう並べ方がいいのかまたどういうつなぎ方がいいのかと、そういった問題に対してですね1970年代からいろいろな研究がなされるようになりました。で一番最初にこういった問題に対して答えを出したのが1975年ジャレド・ダイヤモンドという先生です。この方はですねこの生物地理学者というよりむしろ銃病原菌鉄という著書でピューリッツァー賞を受賞されましたノンフィクション作家としても非常に有名なんですけども、もともとこの生物地理学者であったわけです。また他もですねいろいろこの70年代を通してこういった残し方に関する研究がいろいろこう進められておりまして現在ではですねこれはオランダにおける例なんですけどもこのエコロジカルネットワークを再生するための指針としてこういうステップが望ましいというふうに考えられております。まず最初孤立化分断化したこういう生息地のパッチがありますけども最初はですねこの残されたパッチをこれをコアエリアというふうに呼びます。要するに再生のための核になる部分ですね。これをですねまず拡大していくという段階が必要であるということですね。コアエリアを拡大していく。で拡大した上で次はこの拡大したコアエリアをつないでいくと結合ですねこの黄色の部分ですけどもこれがいわゆるコリドーによるネットワーク化ということになります。さらにこの周辺をですねバッファーゾーン緩衝地帯を設けてこの影響を外からの影響を軽減するということです。でこのネットワークの再生にあたって例えば拡大したりですねつないだりするとそういった施設をですねエコロジカルインフラストラクチャーあるいはグリーンインフラストラクチャーというような言い方をします。これは後でですね具体的な事例を一つ紹介したいと思いますけどもこうしてですね生き物に利用される空間とだったこのパッチあるいはコリドーですねこれにはですねどういう特徴があるのかということをですねこの次にちょっと見ていきたいと思います。これはですねパッチの例ですけどもちょっと右側の写真をご覧ください。これはまたちょっと場所が変わってるんですけどもブラジルのですねアマゾンの流域のセラードというところの景観ですけどもここも先ほどお見せしました場所と同じようにですね雨季と乾季があっていわゆるこのサバンナと呼ばれる植生が成立するんですけどもブラジルの場合これをセラードと呼んでおります。ここがですね農地大豆の栽培用にですね農地がどんどん開発されていくんですね。最初はこのスポット上にこう農地があるんですけどもどんどんこう開発されると今度は逆にですねもともとあった林がパッチですね孤立したパッチになるわけです。で地上に降りてみるとどういうふうに見えるかというともともとこういう灌木の林になっているんですけども農地がこう開かれるとこんな感じですねこちらが今度孤立したパッチになるわけですね。ここで注目していただきたいのはこのパッチの周辺部分ですねこの外側との境界部分これをエッジと呼びますけども
このパッチの境界部分っていうのはですね、非常にこの外部から外からの影響を受けやすいんですね。当然のことながらここもともとはクローズだったんですけども、ここが開かれることによって、太陽光であったり風とかそういった様々なその気象条件の変化があって、それがこういったヘリにの環境をこう変えていくわけですね。そうすると当然そこで生物の生息にも影響を及ぼすということになります。特に隣が農地だったりすると、今度はですね、この農業活動に伴うこの肥料だったり農薬だったり、そういった化学資材のですね、影響もこのヘリに及ぶことになります。こういったですね、パッチの境界付近において起こるこの外からの悪い影響というのをこのエッジエフェクトというふうに呼んでおります。で、こういうふうにパッチのサイズがこう小さくなるとですね、エッジの割合がどんどん増えていくわけですから、よりですね、パッチ、外部の影響を受けやすくなる、この生息地としての質が悪くなってしまうということで、なるべくこのコアエリアのサイズは大きくする必要があるというのは、理由のこの一つがこのエッジエフェクトということになります。で、次に見ていただきたいのがコリドですね。これはですね、戦場の空間ということで、自然界にいろいろあります。代表的な自然が作るコリドはこの川ですね。これは西アフリカを流れるボルタ川という川なんですけども、ここの川が一つの戦場の空間になって生き物、水生の生き物のコリドになったりするわけですけども、それ以外にもですね、この両脇にこう河畔林ですね、水辺にこう生えるこう林の帯がですね、また一つのコリドになって陸生の生き物の貴重な移動経路になったりすることもあります。このコリドは自然が作るものだけではなくて、むしろこの人間がですね、いろいろ作り出すものがたくさんあります。一つはこのヨーロッパの農業景観なんかを見ると非常に象徴的なんですけども、農地の区画をですね、こういった生垣で区切っている様子を見ることができます。これがまさにヘッジローと呼ばれるコリドですね。またその境界はですね、石垣で作っているような場合もありますし、これ日本でもこういう例はあります。こちらの写真はですね、ちょっと見にくいんですけども、地中海の沿岸にあるスペインのですね、広葉樹林ですね、非常に乾燥しているので山火事など起きやすいところなので、この尾根筋にですね、防火帯を切ってこの林の中にこう装置的な環境を作ってるんですね。この火災が起きた時の延焼を防ぐためのこの防火帯です。これもですね、人間が作ったコリドですけども、こういった細い線状の空間を使って生物がですね、いろいろ移動したりしているということですけども、このコリドの役割というのは実はコリド自体がですね、生物の生息地になっていたりする場合があります。またこのコリドがですね、ある障壁になって生き物の移動を阻害したり、ソースだったりシンクだったり、さまざまな役割を果たすということが知られておりまして、このコリドの再生というのは生き物のその経路の確保ということに加えて、さまざまなその効果が期待されるわけです。この代表的な例としてこのヘッジローを挙げますけども、ヨーロッパでは非常に典型的に見られるものですが、ここはですね、フィールド、いろいろな野生の昆虫のですね、生息地になるということで、ビートルバンクなんていう言い方もされております。で、こちらはですね、フィールドマージンといって農地のヘリをですね、わざと刈り残したりですね、草を生やしたりして積極的にこのコリドを残すということを推奨しております。これによって単調な農業景観の中で生物の生息環境というのをこう確保してですね、こういう行為に対して補助金を支払うといった、そういう農業環境政策にもこう適用されているということです。日本はですね、このフィールドマージンなんてこう洒落た言葉はないんですけども、いわゆるあぜですね、鶏飯、これは日本人は非常に勤勉できれいに刈り取ってですね、あぜ管理をしておりますけども、最近ですね、このあぜにもですね、いろいろな動物の移動経路以外にも役割があるんじゃないかということで研究が進んでおりまして、これ一つの例なんですけども、あぜにはですね、ゴミムシ、このゴミムシは実は雑草の種を食べるゴミムシの種類がありまして、こちらがですね、ここに生息することで、こちらの
農地における雑草の繁殖を防ぐ役割があるんじゃないか。これはいわゆるその最近でいうその生態系サービスというような言い方をしましたけれども、そういったですねこのコリドーにおける機能あるいはサービスというものをこういろいろ考えられておりまして研究が進められているということです。例えばこちらはですね刈り取りをですね中くらいにするとこういったあのゴミ虫が一番増えるとか、まあ、そういったことが分かっておりまして、その人間のある程度の関わった環境での維持のあり方というものもですね合わせて検討されているということです。ただですねこのコリドーにも問題がいろいろありまして、闇雲につなげばいいというものではありません。例えばつなぐことによって、そこがですね、ターゲットとなる生き物だけでなくて伝染病の伝播の経路になったり、またもともとですね離れていてそれぞれがですね独自の進化を遂げていた、まあ、地域個体群それが無理やりつなげるがることによって、混じり合って、特有の遺伝子組成がなくなってしまう、遺伝子の多様性が失われてしまう、そういった問題もあります。またつないだコリドーの質がですね、まあ、細かったりですね、十分管理されていないような場合ですと競争相手が増えたりですねそこが格好の餌場になってしまうというような問題もありますので、このコリドーの設置にはさまざまな注意が必要というふうに言われております。さて次にですねここから日本の農村に目を移しまして、日本の農村でこのエコロジカルネットワークという観点からここを見るとどういうふうに見えてくるかというのをですねお話ししたいと思います。このランドスケープという観点から日本の農村いわゆる里地里山というのをこう分解していくと非常に面白いですね、水田があってあぜがあってため池があってこの林があって田んぼも休耕されているやつもあれば川が流れて屋敷林があってとさまざまな要素に分けることができます。で特徴的にはこういった構成要素がモザイク状にこう配列されているというのが一つの特徴になります。でこういった農村のランドスケープというのを先ほど一番最初にお話ししましたつながりということと連なりという2つの視点から覗いてみたいと思います。まず最初につながりですね、そこから見ていきたいんですけども、左の写真これは関東地方で典型的に見える八つ田の景観ですね。大地をですね細かい谷が刻んでおります。でその谷を人間が利用して水田をこう作ってきたわけですけども、この八つ田の枝谷のですね奥の方というのは湧き水が出たりですね日当たりがあまり良くなかったりで非常に湿田ですね湿った田んぼになりやすくて、逆にそこがですね水生の生き物のですね格好の生息場所になるんですね。ただそういった格好の生息場所がですねこう点在するわけですけども、これは直接何かルートでつながっているわけではないですけども、動物というのは飛んで移動することができますので、離れていても距離がですね近ければそれは機能的に連結されているというふうに見ることができます。この感覚がですねカエルあるいはトンボの移動距離の範囲内だいたい1キロ前後というふうに言われておりますけども、その範囲内にこう分布しているということで、こういった空間構造が生き物の移動を保障していたということが言われております。こちらの例はですねこのため池ですけども、これも伝統的な農村景観ではですね住居があってでため池があってとこう分布がありますけども、このため池もまたさまざまな水生生物の貴重な生息環境を提供しているわけですけども、ため池の場合は何年かに一遍その泥さらいをしなきゃいけないですね。その時に水を全部抜くわけで、そうするとその時にはそこに住んでいた生き物っていうのは住処を失うわけですけども、このため池がですね、一定間隔に並んでいて、まさに こちらと同じように、こういった生き物の移動距離の範囲内に分布していればですね、逃げることができると。で地域全体でのその絶滅というのをこう防ぐことができるということです。こうした長い時間をかけてですね作られてきたこういった里地里山の景観構造っていうのこれにですね生き物がうまく適応して、その結果多くの生き物がこういった里山で、暮らすことが可能になっているということが言えるかと思います。
次には連なりですね、モザイク構造がですね、どういう生き物を支えているかということを紹介したいと思うんですけども、これは2つありまして、まず多様な構成要素があること自身がですね、多くの生き物をですね、保持することができるということです。一つはですね、例えば森林にだけ住む生き物、草原にだけ住む生き物、そういった特定の構成要素を決めている生き物、これをスペシャリストと言います。森林種とか草原性種とか言います。そういった構成要素が多ければ多いほどスペシャリストを生存させるということが可能になってきて、地域全体として多様な構成要素の組み合わせということで生物の多様性が高められるということがあります。ただこの連なりという点から考えると、この2番目の方が大事になってきます。もう一つはですね、このマルチハビタットユーザーというものです。これはですね、複数生活者の中で複数の環境要素をですね、必要とする生き物たちです。これ実はいっぱいいます。例えばカエルですね、これは産卵の時に水辺がいりますけども、それ以外の時はですね、他の場所を生息環境として必要として、これはカエルの種類によって違いますけども、この例えば東京ダルマガエルというのは草っぱらにいてですね、日本アカガエルというのは林の下ですね、林床性のカエルですね、シュレーゲルアオガエルというのは樹上性ですね、木の上ですね。この水辺と他の要素、これが隣接してあるということがですね、このカエルにとって必要な条件で、まさにこういった生き物にとってたちに対して生息環境をこのモザイク状であるということによって、その提供が可能になっているということになります。この混じり合うということのメリットのもう一つの側面がですね、このエコトーンという言葉ですね。この写真はですね、何を示したいかというと、八つ田の様子を写した写真なんですけども、水田とですね、森林がこう非常に接してますね。こういった異なる環境がですね、接していて、急激に環境が移行する、変化していくゾーンというのを、これを移行帯、エコトーンというふうに呼んでおります。のこの里山なんかでは、この森林と水田の境界という部分がよく見られるわけですけども、このエコトーンというのは実は非常に生き物がたくさんいる場所です。蝶々なんかも一番多い場所ですね。でここは植物の種類を調べたんですけども、このちょうど境界にあるそがりの装置というのは、林、それからこちらの鶏飯ですね、田んぼのあぜとかと比べて全然種類が多いんですね。こういった多様な生き物を支えることができるエコトーンというものが形成されると、混じり合うですね、他の要素と混じり合うということによって、この境界の部分というのは非常に、生き物の多様性を高める上で大事な戦場の空間になっています。ですからこれホットスポットじゃなくてホットラインっていうんですけども、ちょっとなんかまた意味が違ってきそうなので一応ホットスポットというふうに言っておりますけども、この境界の部分ですね、これが最近どういうふうに変わっているかというのをですね、ちょっと調べた例がありますけども、水田と森林の境界というのが一つの生物の多様性のですね、指標になるわけですね。それがですね、どういうふうに変わったかというのを面的に調べたのがこちらです。これはですね、日本全国土地利用の情報というのが、ここは例えば1キロ ×1 キロでグリッド上にですね、デジタル情報として整備されております。何年かおきにそういうデータが蓄積されておりまして、そういったデータを使って土地利用がどう変わったか、森林がどういうふうに変わったか、あるいは水田がどう変わったかというのをこう計算するとですね、この境界長がどういうふうに変わったかというのは知ることができます。で全体的にやはりこの20年間で境界長が減っているんですけども、この緑で示したグリッドというのがその境界上が長いところですね、要するに混じり合っている部分が多いというグリッドになりますけども、この辺り、これちょうど霞ヶ浦ですけども、の南側の丘陵地帯ですね、この辺台地の辺りがこの辺緑だったんですけども、薄くなっているということで、この境界がどんどん減ってきているということを示しています。これは実際何が起きているかというと、かつて耕作されていた水田が放棄されて、だんだんこう林が広がっていって、この境目がですね、曖昧になっていると、そういうモザイク構造がですね、だんだんこう単純化、均質化しているということが、この変化から見て取ることができる。これが生物多様性の減少にもつながっているということになります。
さて、連なりという観点からもう一つですね、話が戻りまして、先ほどカエルの話をしましたけども、カエル以外もですね、こういったモザイク構造というものをうまく利用している生き物がたくさんいます。まあ、ホタルなんかもそうですけども、こちら今日詳しくお話しするのはサシバという猛禽類ですね。これは樹上ですね、林にこの巣を作ります。で、食べ物がですね、ヘビとかカエルとかモグラといった小動物なので、それらが生息するややオープンな場所が本当は望ましいんですけども、そういった場所を採食地とします。で、こういった餌場をですね、上から眺めることができる泊まりがあると非常に都合がいいんですね、こういった猛禽類については。ですから、こういったオープンな採食場所の隣にこう林があったりするのが非常にいいんですけど、まさにこういった環境がね、里山の特徴になっているわけで、このサシバというのは里山とこう切っても切れないような関係にある、鳥になっています。で、これはですね、サシバの採食場所がですね、季節的にどう変わるかというのを調べた図なんですけども、5月上旬、これはちょうど田植えが行われる頃ですけども、そのあたりはですね、餌場がほとんどこの水田なんですね。で、水田をこう囲む林にですね、止まり木を見つけて、そこから獲物を狙って食べると、まあ、そういうことを繰り返しているわけですけども、稲がだんだん生育していって、茂ってくると今度生き物が見えにくくなります。逆に春先5月くらいはまだ林の中には食べ物があまりなかったんですけども、6月7月になるとこの餌が増えてきますので、まあ、そういったタイミングに合わせてこの餌場をですね、水田から林にこう切り替えていくということで、この採食の空間というのを、まあ、季節という時間の変化に合わせて使い分けている。里山という環境を、こういったモザイク製のこう構造を持った環境というのは、そういったサシバに対して一番最適なその餌場を選択する機会を与えているということが言えるかと思います。で、ところで、このサシバという鳥はですね、渡り鳥ですね。日本に一年中いる鳥ではありません。冬、秋になると南の方にずっと降りていって、冬、東南アジアで冬を越すという鳥です。で、これはですね、私が所属します政経システム学専攻に3月までおられました樋口博義先生、鳥類学者でいらっしゃいます。その先生がですね、中心になって行った研究ですけども、この里山に生息するサシバ、あるいはハチクマといった猛禽類がですね、どういうルートを取って渡りを行っているかというのをですね、このアルゴスシステムという、いわゆるこの鳥にですね、発信機をつけて、そこから送られた位置情報をこの人工衛星、NOAA などの衛星に受信させて、それがですね、フランスのそのセンターを通じて日本に送られてくると、まあ、こういう情報収集システムを使ってサシバの渡りのルートをですね、解明したという非常に重要な成果を挙げられたわけですけども、これはハチクマという鳥です。秋、ちょうどですね、渡り安曇野のあたりをですね、出発した鳥、ルートですけども、ちょうどですね、中国の南からこういうルートを取って東南アジアのさまざまな国をこう経由して、最終的にこのインドネシアのあたりに到着するわけですけども、このですね、途中の場所というのがまさにアジアモンスーンエリアのですね、水田を中心とした非常に里山と似た環境がですね、点々とこうつながっているわけです。ですから、サシバと里山の関係を考える場合には、この日本の里山だけではなくて、渡りルート全体に広がる里山的な環境、これらのネットワークというものを考える必要があるということになります。さて、こういった海を渡るネットワークについてはですね、日本では島なので、あまりそれを超えるネットワークというのは、こうやって渡り鳥以外はですね、考慮する必要はないんですけども、ヨーロッパなんか、この陸続きの国々が連なる場所では、大陸では、これは非常に重要な問題になっています。そこで EU ではですね、こういったその
ヨーロッパ大陸全体でのですね、生物多様性保全の取り組みというのがですね、古くから進められております。そもそも生物多様性条約というものがありますけれども、これのイニシアチブを取っているのも、まあ、EU のが中心になっているというふうに言われておりますが、その中でもですね、特にその取り組みが最も進んでいるのが、まあ、一番最初にお話ししましたオランダですね。オランダというのはですね、まあ、小さい国でありますけれども、1990年にですね、国家事業としてこの国土生態系ネットワークの再生事業というのを始めたんですね。で、2018年まで国土の 20% の生物生息地をネットワーク化するという取り組みをスタートさせて、現在も着々と進められているんですけども、特徴としてはですね、さまざまな科学的な知見に基づいてどういう目標値を設定したらいいかとかですね、どういう環境を揃えてやったらいいのか、またどういう配置、例えばどういうコリドーを作ればですね、最も生態系に影響を及ぼさずにですね、効果的にこのネットワークがですね、機能するか、そういったことをですね、いろいろ研究の成果をですね、踏まえてこのネットワークの再生事業を行っているということです。で、エコロジカルインフラストラクチャー、あるいはグリーンインフラストラクチャーという話をいたしましたけども、こんなものを作っちゃうんですね。高速道路で分断化された2つのパッチをつなぐために、これはコリドーですね、野生動物の通り道をこうドンと作っちゃうんですね。実際にこれは効果が確認されているというふうに言われておりますが、ここの場所を決める場合にもやはりいろいろ最適な場所というのをこう検討した結果、この場所を選んだということになっているようです。これはエコダクトなんていうふうにも呼ばれております。で、ここで一番大事なことはですね、こういったものを作るということ以上にですね、いろんなスケールでのネットワークというのがあります。国土スケールで考える、あるいはこの州スケール、市町村スケールと、日本でもそうですけども、いろんなスケールでネットワークを考える必要があって、例えば生き物の保全という問題に対して、自然環境保全、ボトムアップの取り組みが大事だと、まあ、よく言われます。もちろんこの場合もそうですが、特にネットワークを考える場合には、それと同時に広いスケールでのネットワークをですね、考えて、それ、複数のスケール間での整合性をきっちり確保する必要があるというのが非常に重要になってきます。小さいスケールでいくら頑張ってもですね、隣の市町村が何もやってなければですね、そこで終わっちゃうわけですから、広いスケールから狭いスケールまで一体的にこれをですね、整備する必要があるということで、この国家事業であったというのはまさにその点において非常に重要な点になります。日本でもですね、いろいろこのネットワークの評価を行ってですね、どういったその国土ネットワークの軸を作るかというような取り組みが行われております。これはですね、一つの例ですけども、日本列島森林がこうずっと連なりを見せておりますけども、この森林がですね、どれだけ連続しているかというのをですね、この調べた例ですけども、これは同じように森林あるいは土地利用に関する、国土スケールで のデジタルデータがあります。その情報からですね、連なり具合ですね、をですね、示すようなこのコンという指標があってですね、例えばある一定の範囲の中でですね、森林の占める面積の割合、こちら 50%、 こちらも同じように 50% ですけども、こちらはある程度固まっています。連結性が高い、連続性が高いような場所ですね。それに対してこちらはですね、連携性があまり高くなくてバラバラになっているということです。このコンという指標はこういった塊に対して高い値を与えることができるような指標になっています。これを使うと、その単にですね、ある地域での森林率というだけではなくて、森林がどれだけつながっていくかということを示すことができて、それをこう全国で見るとこんな感じになるということですけども、おおむねうまくつながってるんですけども、例えばこの辺がですね、つながりが悪いということが分かります。そうした場合、例えば国土スケールでのネットワークの軸というものをこう明瞭に示す場合にですね、ここがですね、このネットワークが切れかかっている場所だ、
最も重点的優先的にこのネットワークを国土スケールで考える場所がこういった情報から見えてくるわけです。これちょっと時間がないので飛ばしますが、続いてですね、ちょっと話題が大きく変わります。街の緑とネットワークということで、今度は人の暮らしとこの緑のネットワークの関係についてですね、お話ししたいと思います。ちょっと今頭を切り替えていただきたいと思うんですけども、そもそもこの街の緑、公園であるとか緑地であるとか、さまざまな種類のこう緑がありますけども、こういった緑というのは都市の街づくりの中でですね、都市骨格を形成したり、無秩序が拡大抑制するスプロールといったものをこう抑制するような働きを持っていたりですね、レクレーションといった保健休養機能、またきれいなその都市景観を作る機能、さらには火事が起きた時に日よけになったりですね、炎症を防ぐといったその防災の機能ですね、さまざまなこう機能がですね言われているわけですけども、こういった機能はですね、つないでそのネットワーク化することによって、その機能をさらに高めることができるということが昔から言われておりまして、緑地、都市における緑地ネットワークというのはですね、都市計画の手法の中で非常に、古い歴史を持っております。ずっと遡ってみますとですね、どこまで遡るかというと、この辺なんですけども、19世紀後半、アメリカですね、場所はアメリカです。この当時アメリカでもどんどん人口が増えてですね、産業が発達してきて、都市の居住環境が非常に劣悪化してきたと。その中でですね、より良い都市環境を形成するために考えられたこの公園緑地配置の計画手法、これはパークシステムというふうに呼んでいるんですけども、これはですね、公園、緑のオープンスペースというのをバラバラに整備するんじゃなくて、公園緑地、これちょっと耳慣れないですけど、ブールバールというその並木のある大通りですね、また水辺空間などさまざまな緑地空間を一体的に整備するということですね。その緑地系統を作ることによって、いろんな機能をですね、合わせて持たせようということを行った、そういった手法になります。で、代表的な例、ボストンのパークシステムというのがありますけれども、ここではですね、ちょうどこの辺に川が流れているんですけれども、この河川改修と連動してですね、市街化に非常に適していないような湿地の部分、これをですね積極的に公共空間として整備してですね、公園化して、主にこの水のネットワークを中心としてこのパークシステムを形成したということで、現在ボストンの街はエメラルドネックレスと呼ばれる非常に美しい街並みとして有名ですけども、この美しい街並みは非常に先駆的なこの公園の緑地計画手法であるパークシステムという手法によって作られたものであるということです。一方ヨーロッパに目を向けますと、ヨーロッパは自体はもっとちょっと深刻でありまして、だんだん都市のですね、居住環境非常に劣悪でした。そうした中ですね、最も有名なこの例としてこのロンドンのグリーンベルトというのがありますけども、さまざまな検討を経て、終戦間際のですね、大ロンドン計画というものの中で、ロンドンの中心部から半径50キロの範囲ですね、これを対象にして4つの同心円リングを作って、その内インナーロンドンの周りをですね、大体幅10マイル、なんと16キロの巨大な緑地帯で覆ってしまう、囲ってしまう。これによって都市の膨張を抑制するとともに、増えてくる人口はこの緑地帯の外のですね、場所に郊外にニュータウンを計画する。作ってそこに収容するということで、かなり力技でですね、このグリーンベルトを作ったというこういうことを行いました。で、ロンドンに限らずヨーロッパの街、このグリーンベルトを、形態もいろんなバリエーションがあるんですけども、いろんな街でこの実際に実施されました。日本もですね、このヨーロッパのグリーンベルト計画というものの影響を受けてですね、非常に頑張った時期があるんですね。1932年、東京緑地計画協議会というものが発足されまして、7年の年月をかけて東京にもですね、こういったグリーンベルトを作って、まさにこのロンドンのグリーンベルトなどの影響を受けてですね、
こういうものを作ろうと。で、緑地帯であったり道路公園というものをこう一体的に整備して、このその中でこういうグリーンベルトを位置づけたわけです。ただこの時代がですね、進むにつれてだんだんこの戦時色が強まってきますとですね、良好な都市景観とかですね、市民の保険増進とかいうことではなかなか難しくなってくるわけです。まあ、これをですね、逆手にとっていただいたちょっと言葉が悪いかもしれませんけども、防空という観点からですね、この実現化を目指したということになります。で、防空緑地としてですね、この大規模緑地、これ現在も残っているのが、まあ、金太緑地とかですね、神代あるいは水元公園ですね、こういったところがこの時期にですね、この防空緑地として確保されたというふうになっております。しかし戦後になりますとですね、農地開放によって多くの土地がですね開放されたり、都市化の圧力に、なかなかこの抵抗しきれずにですね、緑地帯構想というのは、まあ、残念ながら実現することはなかったわけですけども、まあ、こういった経緯を踏まえて現在また新たなですね、このネットワーク作りというものはこの関東エリアでもこう考えられております。これ最後に少し触れる時間があるかもしれません。さて、緑がその私たちに及ぼすプラスの効果、ネットワークがですね、及ぼすプラスの結果、いろいろあります。最近はですね、この都市環境の悪化のですね、象徴する現象として、よくヒートアイランド現象というものがですね、言われておりますが、この問題に対してもこの緑のネットワークを使って解決を図ったという例があります。これも非常に先駆的な事例として世界的に有名なんですけども、ドイツのシュツットガルトという町ですね。ここはもともと地形的に盆地になっていてですね、産業とその都市化の進展によってですね、大気汚染の問題が非常に深刻化した場所です。これに対してですね、この都市計画の策定の時に気象学者を加えて都市気候の分析の結果をですね、これはクリマトラスっていうんですけども、これをですね、この都市計画に反映させたということで、大気汚染問題のですね、この大気の汚染された空気の対流を防ぐようなですね、手立てを講じたということがあるんですけども、さらにこのヒートアレルの問題に対してもですね、同じようにですね、この市街地を取り囲む丘陵地からの風の流れに注目して、この市街地に外から風をですね、吹き込むような形での建物の配置だったり形態だったり、それだけじゃなくて、その通り道を風の道として、そこを緑地帯として確保するということを行ったわけです。その結果、まあ、大気汚染問題あるいはヒートアイランドの緩和にもつながったということで、この風の道計画ということで非常に有名になりました。現在の東京でも丸の内 のビルをですね、真ん中を開けて両側に並べて東京湾からの海の風を皇居に流すという取り組みがなされていますけど、まさにあの発想というのはこの風の道ですね、のこの、この事業の成果を受けたものというふうになっております。これまでお話ししましたように、この生き物の生息環境の改善という観点から、生態系ネットワーク、緑のネットワークというものを考えてきましたけども、このネットワークというのは同時に私たちの暮らしにとってもですね、非常に多面的なプラスの機能をもたらすということが期待されるわけです。で、最近のその町づくりの中で、一つ大きな方向としてですね、言われているのはこのグリーンウェイという計画手法です。で、それまでのグリーンベルトというのがですね、必ずしもこの生態学的な裏付けがあったりですね、社会的施策的なにうまく機能していないという問題があります。例えばロンドンのグリーンベルトというのは、街の周りに本当に同心円状に作るというベルトですけども、それが生態的に整合性の取れたネットワークになっているかという検証が行われたわけではありません。それに対してこのグリーンウェイというのは、よりですね、この街づくりにこの自然のシステムの理解というものをですね、組み込んでやろうという発想に立った街づくり、あるいはその緑地ネットワークの形成のための手法になっております。一つの例としてここでお示しするのが、
トロント市ですね。トロントというのはアメリカとの国境に接する町です。これは、オンタリオ湖ですかね、の湖岸に位置する町ですけども、ここはですね、ちょうどこの北側の場所というのがオークリッジモレンという、モレンというのは氷河がですねずっと押し出した堆積物が溜まって丘になっているような地形ですね。そこがモレンというのはずっとこう丘を作っていると。でこの西側にはナイアガラの崖がずっとこう連なっているわけですね。でこの湖とこのモレンの間には水の流れがこうあるということです。町づくりあるいはその緑地計画、緑地ネットワークを考える上で、こういったですね、川であったり湖、湖岸、海岸線、あるいはこの尾根筋などこういった自然環境の構造をですねうまく取り入れて、それを骨格としたネットワークづくりというのが生き物にとっても人間にとっても望ましいというふうに考えてですね、ここにですね例えばこういう形のネットワーク、これをグリーンウェイ、ネイチャートレールのようなものですけども、こういった自然の骨格をうまく使ったネットワークというものを、緑のネットワークというのをこう作り出していって、例えばこういったラインのそのにはですね、うまくですね歴史とか文化とかそういったものも乗っかってきているということで、こういう発想でネットワークを作ることによって非常に多様な機能の発現というものが促されるというふうに考えられておりまして、今この発想に立った町づくり、町の緑づくりというものがいろんなところで進められております。金沢の例ですね、これ日本の例ですけども、金沢などでも同じようにですね、ちょうど2本の川が流れていて、その川が河岸段丘ですね、この崖を作っているんですね。それがちょうど4本こう並んでいるんですけども、金沢の緑地計画ですね、町の緑地計画もこの4つの河岸段丘ですね、この線をですね緑のネットワークの軸として整備しようとしているということで、こういった自然の仕組みであったり構造であったりというものをですねうまく町づくり、あるいはその町の緑づくりに取り入れるという発想、これは非常に大事だと考えます。震災の経験を踏まえてもですね、やはりこういったところ自然をどこまで読み取って町づくりをしているかということがですね、私たち今非常に問われている問題ではないかと思います。そういった意味でもこういった風土を読み取る緑のデザインというものが大事になってくるというふうに考えております。現在の全国政府もですね、こういった国土スケールでのネットワークというものがいろんな検討がされております。特に2000年以降ですね、国交省もそうですし環境省もそうです。特に国土計画におけるエコロジカルネットワークの重要性というものが年々高まってきまして、全国のその国土の在り方をこう計画する最新 の国土形成計画というのもありますけれども、その中にもこのエコロジカルネットワークというのは整備というものがきっちり謳われておりますし、生物多様性国家戦略の中でもこの生態系ネットワークというものは重要な施策の柱になっております。まさにですね、このこれは首都圏における水と緑のネットワークということで、従来のような単純なグリーンベルトではなくて、自然のですね構造を読み取った上でのこのネットワーク作りというものが検討されているということになります。まさに今構想の段階ですけれども、そろそろもう実行に移すべき段階に来ているんじゃないかというふうに考えております。本日のお話のまとめですけれども、あまりまとまりのある話じゃないんですけども、連なりとつながりという観点からこのネットワークを見てまいりました。連なりという観点から見ますと、このモザイク構造ですね、これに着目すると、その生き物にとっての生活史を完結させるために必要な要素がセットであるということが非常に大事であるという点、それからつながりという点で見ると、いわゆるコリドーですね、コリドーというのは移動経路ではなくてさまざまな多様な機能を持っているということが分かっておりまして、このコリドーの多様な機能をさらにですね解明して、このコリドーに
機能を加えることで、価値を高めることができるというふうに考えておりますが、ただ全てが良いとは限らないということで、どこをつなぐかということについては非常に注意が必要であるということです。で、最後にこれもちょっと無理やりこの、生き物についてのネットワークと人にとってのネットワークというものを合わせて考えるとすればですね、この両方にとって望ましいネットワークの形成というのが今のそのまちづくりグリーンウェイの例で示したように大事になってくるというふうに考えております。非常にネットワークの機能というのは多様です。重層的になっています。その中でですね、いろいろな空間スケールで多様なネットワークの機能が発現できるような生態系の再生保全、また住みやすい街づくりということをこう考えていく必要があるということになるかと思います。時間になりましたので私の話はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。